はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、ということでスターウォーズウィーク2日目、はい、今回はこちらでございますね。はい、スターウォーズビックリマンチョコスペシャルエディションです。スターウォーズのビックリマン、今年ね何回か出てましたけれども、スペシャルエディションがなんと出ましたね、うん、スペシャルエディション、何じゃそれっていうことなんだけど、今回は、名シーン、そう、名シーン総集編コレクターシール全24種ということですね、うん、ボックス買いしました、うん、はい、30個入り、そうだから、24種でコンボできるのかな、これ多分できたらいいね、うんうん、はい、パッケージはこの2つみたいだね、うん、1つがルーク対ベイダー、もう1つが、アナキンとデッキの前の 3PO と R2D2。 そうだね、こちらのルークとベイダーの対決シーンね、うん、今しがたですね、エシン君はエピソード6を見終わりました、はい、おめでとう、はい、ついに全てのスターウォーズ今のところエピソード1から6まで見終わりましたね、うん、あとは今回公開される7。そうだね、これ開けていきましょう。今回はちょっと、ね、全部食べきれないので当たり前だけどね、タッパーにまた入れていきたいと思いますね、はい、はい、ではどんどん開けていこうか、うんうん、じゃあ、えーちゃんこれでいく、エイシン君もパパもどんどん開けていきましょう、うんうん、そして後でどんなシールが出たかを確認していきましょうか、うん、はい、あ、そうだ、一つずつは食べようか、これ、うん、美味しいからね、うん、はい、お、ドゥークとの対決ってなんかすごい、なんか銀のやつが出た、うん、後で細かく見てみましょうか。じゃあ何が出るかね。うまっ、ダースベイダーとの戦い。おー、いいじゃん。いきなり出た。お、こちらはデススターの戦い。うわ、デススター、うわ、すごい、ヨーダの修行、超キラキラが出た。うわ、お、痛い。ホスの戦い。もういいね。暗黒境到着だって。暗黒境到着、正義に目覚める。正義に目覚める、おー、うわ、キュン、これも激レア。あ、これもだ、ダースベイダーの最後、すごい、なんかいっぱいある、ダースベイダーの最後、暗黒境到着、あ、ダブった、お、出して、ホスの戦い、あれ、これさっきあったな、ハンソロ捕まる、おお、ドゥークとの決戦、また出ちゃった、正義に目覚める、あー、同じだ、ダブった、因縁の指定対決、あ、私がお前の父だ、だって、おデススターの戦い、あら、また出ちゃったな、デススター、あ、第二デススターの威力、お、これまた違うの、第二デススターの威力、あー、これも6だから、そうだね、見たね、そうそう、見た、さっき見たやつ、うん、あ、ダースベイダーの最後、また出ちゃった、アナキンバーサスドゥーク、おお、ダースモールとの戦い、ダースモール、うん、これなかなかいいかも、元老院の戦い、元老院、これはあれだね、ダースシリアス対ヨーダだ、お、カミーノの戦い、これもいい、うん、これオビワンとジャンゴフェット、うん、エイちゃんはハンソロ&レイヤー、あー、いいね、うん、助けてオビワン、助けてオビワン、うん、うわぁ、私がお前、ポトレース、ポトレース、おー、いいね、これもエピソード1だ、私は私の父、私がお前の父だ、パパ最後の1個、エイちゃんも最後の1個、はい、お、ムースタファーの対決、ムースタファー、アナキン対オビワン、最後いいの出たんじゃない、デススター侵入、おー、いいね、いいんじゃない、はい、ということで今回ですが30枚のシール見ていきましょう、はい、まずはこちら1番のポットレースですね、はい、アナキンのポットレース、はい、エピソード1ですね、これはね、うん、そして2番がこちらダースモールとの戦い、うん、これはダースモールとオビワンとクワイガンジンがいますね、うん、これいいと思う、うん、パパこれ好きだな、うん、次カミーノの戦い、これはオビワンとジャンゴフェットだね、うん、エピソード2でございます、はい、これもいいな、うん、パパ好き、ジャンゴ好きだから、うん、ジャンゴもボマも好きで、これは3番だね、うん、次4番痛いだって、うん、これエピソード2で R2 が 3PO のね首引っ張ってコロコロ転がってた、うん、あれだよ、それでドロイドの顔を溶かして、それでそうエピソード2ですね、次5番ですね、これがアナキン VS ドゥーク、これはエピソード2だね、うん、なんでかっていうとアナキンがライトセーバー二刀流してんだよね、うん、片っぽはオビワンのライトセーバーを持ってますけど、これちょっと見にくいね、カメラだとね、うん、銀に光っちゃってね、うん、6番ドゥークとの決戦、うん、これはエピソード3だね、うん、オビワンとアナキンとあとドゥークで戦ってるところだね、うん、で6番ダブってもう1枚、うん、で7番ムスタファーの対決、うん、これはいいんじゃないの、うん、アナキン対オビワンですね、うん、そして8番これは元老院の戦い、これはパルパティーン対
ヨーダだね、うん、はい、ヨーダちゃんと見えてるね、うん、次9番デススター侵入、これじゃん当てたやつだね、うん、これノーマルっぽいけど、ノーマルだけどちゃんと光ってるよね、うん、ルークとハンソロとチュバカ、うん、出てますね、うん、これが9番です。次因縁の指定対決、これは、うん、オビワン対ダースベイダーだね、あー、はい、次デススターの戦い11番、うん、これエピソード4だね、うん、これは何が見えてる、タイファイターとデススターとエクスインか、エクスインか、うん、そうだね、はい、11番もう一個出ました、うん、12番でホスの戦い、はい、エピソード5だね、うん、あ AT-AT とあとこのなんだっけ、この反乱軍のこのスノースピーダーだっけな、ちょっと覚えてないけど、これ足絡ませてる、あこれ足絡ませてるね、絡ませてる、絡ませてる、絡ませてドカーンってやる、そうそうそう、瞬間を変えた、うん、そうだね、バトルフロントでもこれできるもんね、うん、12番がダブった、もう一つ出ましたね、12番です、うん、エイシン君が当てましたね、ハンソロ&レイヤー、うん、俺もいいんじゃないの、うん、これエピソード5です、うん、ちなみに13番出なかったね、うん、でこちらが14番でございました、うん、15番ですハンソロ捕まる、うん、これはカーボンフリーズされたハンソロが後ろに映ってますけども、うん、手前にボバフェットだね、うん、これ5の最後だね、そうだね、うん、炭素冷凍されちゃってって、うん、16番がダースベイダーとの戦い、これは、はい、エピソード5のルーク対ベイダーの方だね、うん、17番私がお前の父だ、だね、そこも見た、これはね有名なシーンだからね、うん、これ17番でございます、うん、このシーン、この有名なシーンなのこれノーマルっていうね、うん、17番はもう1枚出ました、うん、そして次18番、暗黒鏡到着、うん、これはエピソード6ですね、うん、ここからが6の始まり、そうだね、うん、18番もう1個出ました、暗黒鏡到着、はいはい、19番、第二デススターの威力、うん、これもトゥルル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 はい、次22番ヨーダの修行でございますね、うん、ヨーダの修行、うん、ルークの背中にヨーダいますね、うんはい、次が正義に目覚めるエピソード6ですね、これ、うん、これ23番、ベイダーがこうパルパティーンを抱えてんだね、うん、ちょうどさっきエちゃん見たよね、うん、エちゃんの胸触ったらエちゃんドキドキしてたわもう一個23が出ましたね、はいはい、24がダースベイダーの最後、はい、これも見た姉ちゃんさっきね、うんうん、パパこれ泣きそうになっちゃった、また、もう何度見ても泣きそうになっちゃうね、このマスクを外してくれっていうところはダースマイチャンネル、そうダースマイチャンネルとあとマイチャンネルレーンで両方使わせていただきました、あのシーンでございますね、はい、もう一つ24番が出ましたね、うん、はい、ということで今回はスターウォーズビックリマンスペシャルエディションでした。おー、いいね。はい、ということでビックリマンの、ファンボックス開封どうだったんだろう、どれだけ揃えられたのかちょっと数えなかったけど、まあでもシールとしてはすごくどれも良かったので満足です、うん、パパは、特に後半のね、あのキンキラシールとかいいよね、うん、ダブったやつは一番最後、そうそう、ダブったやつはパパパソコンに貼っちゃおうかな、それぐらいいいと思います、はい、はい、ということで今日の動画がですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、高評価ボタンは切らないもんね、はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくります、出てくります、出てきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、バイバーイ